リオデジャネイロ州立大学とは、ブラジルのリオデジャネイロに置かれている州立大学である。リオデジャネイロ州立大学は、1952年に連邦直轄地大学として設立された後、1958年にリオデジャネイロ大学と改称し、1961年にグアナバラ大学とまた改称し、さらに1975年に現在の名称となった。 大学設立当時、リオデジャネイロはブラジルの首都であったため、教育における国家戦略の一つとして、それまでリオデジャネイロ州内にあったいくつかの教育機関を合併会して近代的大学組織とした。母体となった教育機関としては、法学大学、経済学大学、医学大学などがある。ロゴマーク、ありがとうございます。